浅香はデビューしてすぐ、そうっすね、2場所目で、2場所目で来て、あの時夢までしたね、他のことがね、もうみんなは SK 行っちゃう、みんな SK 行ってね、うん、でも自分の中でどうですか、順調に来てる方、それともまだまだ全然足りない、いや、まあ、自分のレースから、スタイルはしっかりやって、はい、結構ね、一番の先輩からも葉っぱかけられてるんちゃうなって気分がですね、上がってこい、やっぱりある程度大きいですね、こだわってる、あこだわってる、まあ主導権しっかり主導権取って、しっかり取って A 級でまっくりで優勝しても、優勝というか上上がっても S 級ではまっくれないって言われてるんで、しっかり先行して、先行して力つけて上に上がれて、師匠の湊さんから言われてる、そうですね、なるほど、前回言いましたけど、あの確か第4人いて決勝で、ね、後ろ兄弟子についてですね、ちょっとね、優勝は別に持っていかれて、まあまだ次ここ終わって武雄で走れるんで、またリベンジして、取材でお話ししてるんですけど、その時にあの阪神タイガースの糸井さんとお風呂で一緒になって、競輪選手だって話になって、という、ね、約束を、いや、もう怪我してますけど、まあそうですね、この間もあのあれ近藤辰徳さんと名古屋で話して、辰徳さんが行ってるバーに行って、はい、で僕のこと言ってくれたら、はい、応じてくれて、はい、すげえ似てんじゃんって言われて、はい、糸井さんが、はいはい、もうよく伊藤に二頭って言われるんでお互いすげえ似てんじゃん、早く強くなって、本当ですね、夢実現させてます、本当ですね、タイガースだったら、冬場だったら高知でキャンプ、秋で、ね、してるから、ね、はい、めちゃくちゃ近くはないけども、ひょっとしたら冬場とかに会えるかもしれないし、どうですか、ああいう本物のプロに触れて、伊藤さん、いやなかなかオーラがすごい、体もすごいし、体がでかいっすよね、ネジ10本ぐらい外れてましたけど、ちょっとやばかった、そうだね、相変わらず絶好調っすね、おはようございます、めちゃくちゃ頑張った、めちゃくちゃ頑張った、いやいや、お願いされたくない、お願いします、じゃあ僕はしっかり準備で、はい、OK です、小田さんも前回ついてくれて、あ、ね、しっかり、はい、ありがとうございます、敵はベースより後ろかもしれないですね、敵は自分です、あ、いいこと言うね。